羽生結弦 VS ネイサン・チェン2大スターの熱き戦い&結果まとめ、フィギュアスケート男子、世界一は誰ですか？お互いを称え合い、時には良きライバルとして、フィギュアスケートのレベルを押し上げ、その歴史を更新し続けてきた二人。シーズン前半の大舞台。今年はトリノで開催されるグランプリファイナル。アメリカのネイサン・チェン選手にとっては3連覇、怪我により3大会ぶりの出場となる、羽生結弦選手にとっては5度目の王者の座をかけた重要な一戦となる。二人の直接対決は2019年3月に開かれた埼玉での世界選手権以来、約9ヶ月ぶり。全世界が注目した会場の埼玉スーパーアリーナが燃え尽くされるほどの熱い戦いをおさらい。2019年3月世界選手権、埼玉。羽生の王者奪還をかけたシーズン最終戦。姉さんが圧倒的な得点で優勝グランプリシリーズのロステレコム杯で足を痛め、グランプリファイナルを欠場することになった羽生。姉さんとの直接対決は、ピョンチャンオリンピック以来1年ぶり。姉さんは大学に進学し、学業との両立を図りながらも、2017-2018 のオリンピックシーズンに続いて、出場した全ての試合で優勝し、シーズン最後の試合に臨むことになった。大会前の公式練習中から観客が会場を埋め尽くす中、始まったショートプログラム。羽生は過去に満点の出来栄えを獲得したことも、ある得意の4回転サルコーが2回転となり、必要要素を満たせず、ノーカウントに。姉さんはショートで日本高難度の4回転ジャンプを組み込み、さらにそれぞれのジャンプに加点が高くついた。結果、姉さんは首位、羽生は3位で、姉さんとの点差は 12.53 と10点以上離された。追う立場で迎えた羽生のフリープログラム。練習で苦戦していた4回転ループを本番で完璧に決めるという持ち前の勝負強さを発揮。ルール改正後初となる300点超えで世界最高得点を更新。堂々たる演技でオリンピック王者としての強さを見せつけた。羽生が世界最高得点を出した直後の興奮冷めやらぬリンクに姉さんが現れると、リンクはただならぬ緊張感に満ちた。演技が始まると姉さんは高難度の4回転ジャンプを次々と決めてみせ、フリーの最高得点をすぐさま更新。総合得点でも 323.42 点という異次元のパフォーマンスを見せ、姉さんが世界選手権2連覇を達成した羽生と姉さんが分単位で世界最高記録を更新するという歴史的な瞬間に合わせた観客たちは大熱狂。スーパースター同士の非常にハイレベルな戦いに世界中が称賛を送った。敗れた羽生はショートフリーともにノーミスの演技と得点源になるジャンプを増やすことで次のシーズンでのリベンジを固く誓った。実は二人の氷上での戦いの歴史は2017年の世界国別対抗戦を除き過去7大会。3年前日本で二人が初めて共に出場した試合から二人の戦いを振り返ってみよう。2016年11月グランプリシリーズ NHK 杯。シニアデビューを果たした姉さんと羽生の記念すべき初対戦。羽生21歳でシニア7年目のシーズン。前年に続き優勝を目指す羽生はショート、フリーともにミスを最小限に抑え、ショートでは一人だけ100点超え、総合でも当時世界最高得点を叩き出した。結果は羽生が2位の姉さんに30点以上の差をつけ優勝した。17歳の姉さんにとってシニアデビューとなったシーズンでグランプリシリーズ初参戦。ショート、フリーともに4回転ルッツから始まる高難度の構成で挑み、ジャンプのミスはありながらも高得点を獲得した。2016年12月グランプリファイナル、マルセイユ。羽生が逃げ切り、史上初のグランプリファイナル4連覇達成。シニア1年目ながら、グランプリシリーズの成績上位6人しか進出できない、グランプリファイナルへの出場権を獲得した、姉さん。ショートでは苦手とするトリプルアクセルを華麗に決めたものの、4回転フリップでのミスが響き、5位スタート。翌日のフリーでは、気迫あふれるノーミスの演技を披露し、1位に。姉さんは総合でも大きく順位を上げ、初出場ながら見事銀メダルを獲得。一方羽生はショートで全てのジャンプを成功させ、スピン、ステップともに最高評価のレベル4を取り、圧倒的な演技でシーズンベストを更新。フリーでは連続ジャンプで転倒するなどミスが続き3位となったが、ショートでの大きなリードもあり、総合1位に輝き、史上初のグランプリファイナル4連覇という偉業を成し遂げた。2017年2月四大陸選手権、広陵。羽生が怒涛のリカバリーを見せるも、ついに姉さんが国際大会で初優勝。2018年に開催される平昌オリンピックの前哨戦となった本大会。本番と同じ会場で、羽生、姉さんをはじめ、各国の強豪選手がオリンピックを見据え、しのぎを削った。インフルエンザで全日本選手権を欠場し、この試合が復帰戦となった羽生。ショートで4回転ループを決めるも、続く連続ジャンプの4回転が2回転となり、3位発進と出遅れた。
直前の全米選手権で初優勝し、勢いに乗ったままオリンピックプレ大会に臨んだ姉さんは、ノーミスの演技で史上3人目となるショートでの100点超えを達成し、1位。逆転を誓って臨んだ羽生のフリー。4回転からの連続ジャンプが2回転になってしまうというミスがあったものの、冷静にジャンプの構成を難易度が高いものに変更。3回転からの連続ジャンプを急遽4回転に、最後の3回転ジャンプをより基礎点の高い3回転アクセルに変えるというリカバリーで大きな加点を得て華麗に着氷。シーズン最高得点の 206.67 点で会場を沸かせた。羽生に続き最終滑走で迎えた姉さんのフリー。やや着氷が乱れるジャンプがあったものの、4回転ジャンプ5本全てを成功させるという快挙を達成し、フリーで2位。総合得点では、羽生の怒涛の追い上げを逃げ切り、17歳にして、シニア国際大会初優勝を飾った。2017年3月世界選手権、ヘルシンキ。姉さんが初優勝を狙うも、羽生が大逆転し、3大会ぶりの王者奪還を果たす。平昌オリンピックの出場枠がかかる重要な一戦となった、世界選手権。総合得点300点超えが4人という史上稀に見るハイレベルな戦いが繰り広げられた。1ヶ月前の四大陸選手権を圧倒的な演技で優勝した姉さんは、フリーで4回転ジャンプを6本組み込むという前人未到の構成でシーズンの集大成に挑んだ。パーフェクトな演技を見せていたが、トリプルアクセルの転倒が響き、まさかのショート6位。フリーでもジャンプの転倒が2回あり、4位、総合6位に終わった。羽生のショートの演技は大きな得点源である連続ジャンプが認定されず、5位発進という逆境に立たされた。フリーはここまで一度もノーミスの演技ができていないプログラム、ホープ&レガシーだったが、4回転サルコー3回転トーループの連続ジャンプをついに成功させると、その後のジャンプも全て大きく加点がつく出来栄えで着氷。自身が持つ世界最高得点を更新した。総合でもシーズンベストを叩き出し、歴史に残る逆転劇で優勝し、3大会ぶりの王者奪還を果たした。一方、姉さんは総合で6位。とはいえ、世界選手権という大舞台で、シニア1年目ながら、未だかつてないチャレンジングな構成で滑るという、精神力の強さを見せつけた。2017年10月グランプリシリーズロステレコム杯、モスクワ、いよいよオリンピックシーズン開幕。初戦で姉さんが、グランプリシリーズ初優勝を飾る。ついに迎えたオリンピックシーズン。グランプリシリーズ初戦で、早速この二人の激戦が繰り広げられた。シーズン初めにショートプログラム世界最高得点を更新し、このグランプリシリーズに挑んだ羽生。ショートでは回転不足と転倒が響き、2位スタート。翌日のフリーでは4回転ジャンプの中でも得点の高い4回転ルッツに初挑戦。見事成功させ、1位に躍り出た。姉さんは直前のチャレンジャーシリーズで4回転ループを決め、史上初の5種類の4回転を成功させ、フィギュア界に金字塔を打ち立てたばかり。このロステレコム杯のショートでは、中盤以降、こらえながらも難しい、4回転ルッツ3回転トーループのコンビネーションを含む、ジャンプをすべて着氷させ、1位に。フリーでは、調子の悪かったループを封印し、4種類の4回転にトライし、2位。総合得点では、ショートでのリードを生かし、姉さんが、羽生の得点に、3.02 点差で勝利。念願だったグランプリシリーズ初めての金メダルを手にした。2018年2月平昌オリンピック、広陵。怪我から復帰の現役王者、羽生 VS シーズン無敗の姉さん羽生がオリンピック2連覇。羽生は公式練習中に負った怪我により、NHK 杯の欠場が決まり、それによりグランプリファイナルに進めず、シーズン2度目の直接対決はオリンピックの舞台へと持ち越されることになった。怪我が長引いたことにより、全日本選手権の欠場を余儀なくされた羽生にとっては、4ヶ月ぶりの復帰戦。一方姉さんは、スケートアメリカ、グランプリファイナルともに優勝し、シーズン負けなしの万全の状態で、オリンピックを迎えることとなった。長いリハビリ期間を経て、ぶっつけ本番で迎えた、羽生のショート。誰もが固唾を飲んで見守る中、代名詞とも言えるトリプルアクセルでは、審査員全員から満点の評価を獲得するなど、復帰戦とは思えない王者の強さを見せつけ、首位スタートを切った。一方、金メダル候補の筆頭という呼び声も高い中、姉さんはショートで全てのジャンプにミスが出てしまい、まさかの17位に。羽生のフリー。冒頭の2本の4回転ジャンプを満点の評価がつくほど、クリーンに着氷すると3連続ジャンプでミスがあったものの、すぐさまリカバリーを見せた。怪我をした右足で降りるルッツをなんとかこらえ、ミスを最小限に抑えてフィニッシュ。羽生は見事金メダルを手にし、男子では66年ぶりとなるオリンピック連覇という偉業を果たした。失うものはなかったとフリーに臨んだ姉さんは、6本の4回転にチャレンジし、5つのジャンプを成功させ、フリーの得点だけで言えば1位。驚異的な追い上げを見せ、総合5位で入賞を果たし、人々に強烈な印象を残した。宿命のライバルと言える、2人の表情を彩るスーパースター。
空前絶後の白熱した戦いが予想される2019年グランプリファイナルの勝負の行方に注目が集まる。